おはようございます。ただいま6時45分ですね。お父さん、私ちゃんと寝たと思ってたんだけど違ったみたいで、寝落ちしたらしくって、目覚ましもかけてなければ携帯やら何やら充電したりもしなかったようで寝坊しちゃったんでしょ。大慌てで準備しておりましたが、今朝はねぐっと冷え込んだのでね、めちゃくちゃもやっております。まあでもだいぶ良くなってきたかな、だんだんと日が昇ってきてね。まあということで、これからですねラックス向かおうと思います。空港着きました。じゃあお父さん気をつけてね、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。気をつけてね、はい、じゃあね、行ってらっしゃい、はい。それでお父さんね、空港の中行きましたのでお家帰ろうと思います。お家帰ってきました。伸びしてますけど、サムちゃん一目散走ってきておりましたが、ただいまー、ただいまー。タネくんあんなとこいますけど、なにここいるの、タネくん。ただいまー。はい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 、わかりました。サムちゃんありがとうね、お出迎えね。まあということで本日は曇り空ですね。行きはねちょっともやってるところがあってね、山はどんどん下っていくとね、なんかちょびっと雨降ってる場所もありましたが、まあなので今日ねそんなに眩しくなかったから、眠るときそれはありがたかったですね。まあということで本日は座りのビデオを撮りたいなと思っておりますので、もう間もなく9時になるからね、まあどんどん準備してやっていこうかなと思っております。午後のお外探索タイムです。サムちゃん一目散にあちら行きましたけど、午前中ずっと日向ぼっこしておりましたが、日が入ってこなくなったらねソファーの背もたれ移動してましたけど、そう今ね一本ビデオを撮り終わって気分転換にねお庭に出てまいりましたが、ちょっとね小腹が空いてはおりますけれども、もうすぐ暗くなっちゃうから、この後ね洗濯物畳んですぐにね次のビデオ撮影を開始しようと思っております。昨日のトスターダサラダの残り、グアカモレとチキンがちょっと、あとコーンがあるかなと思うんですけれども、まあそれをねビデオね全部終わったらねババッとね食べようかなとは思ってるんだけど、あんまり遅かったらね夕飯食べれなくなるから、ちょっとその辺を考えようかと思っておりますが、日向ぼっこされてますね。ポミタはパトロールしておりますが、サニックはベッドの上で寝てますね。入眠している。ねえ、ポメタ、シャンプーして、ふわふわでしゅね、サラシャラでしゅね、すごいですね、毛量がすごい。しかもなんか、毛が広がってるからめっちゃ大きく見えるね、ポメね。いいと思うよ、それはそれで。何ひなたのおちり、おうち入るしてますね、ポメタね。タムちゃんは、ひなたぼっこまだしましゅ。じゃ、ポメタはおうち入っててください、先に。登場。ママ、サムちゃん呼んでくるね。はい、タムちゃん。あっちゃかいわようなの、気持ちいいわよ、なの、ひなたぼっこ。午前中もへっへっへへ言いながらしてたじゃん。お日様チョキだね。いいことでしゅ。なん、ポメタお茶入ったよ、タムちゃん。お茶入っておやつしようよ。クキシャンしよう。今日はご自分で帰られるそうです。走っていきましたが。ポメタ待ってるじゃん。はい、どうぞ。帰ってきたわよ、なの。あれ、なぜかお遊びモードになってますけど。なんか大きいミルクボーン入ってるんだけど、お父さんが補充したのかな。奥の方にね、この小さいミルクボーンがですねまだあるんですね。おしゃれして。あ、お利口者です。はい、どうぞ。はい、どうぞ。じゃあね、午後もですねのんびりしゃんして過ごしててくださいね。ビデオ撮り終わりました。今3時半だ。もう後半ギュル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 お腹が鳴ってて、お腹が鳴るのを待って喋るみたいな
感じだったんですけど、3時半か今から食べるとなぁと思っておりますが、夜ねサラダにしようと思ってるし、昨日の残りもグアカマレこんなもんだからね。まあとりあえずこちら片付けてパパッと食べて、できれば明るいうちにねお散歩行きたいなと思っておりますので、お家のことはね帰ってきてからすればいいかなと思っておりますので、とりあえず腹ごしらえをしてお散歩出ようと思います。今ですね、こちらが届きまして、お父さんがですね、私に以前からですね、ハイキングシューズっていうのかな、をね、買ってあげたいんだって言ってて、私いつも、まあそこまで激しい山登りとかしないけど、旅行行ってね、ちょっとトレイル歩いたりするときは、普通のスニーカーで行ってたんだけど、やっぱり足場が悪いところとかも結構あって、滑ったり落っこったり、足ぐねったりとかするのが心配だからっていうこと。足首もねしっかり守ってくれるちょっとハイカットのものを一つ選んで購入しようっていうことになりまして、こちら選んで購入してくれたんですけれども、キーンかなのちょっとくすんだピンクの内側もねプリントが可愛いんだけど、お花柄なのかな、ハイキングシューズですね。なんかちょっと大きいような気がしないでもないんだけど、とりあえずお父さんに報告してね履いてみようと思います。履いてみましたが、やっぱりちょびっと大きいかな。でも今裸足で履いてるかな、靴下履いたら大丈夫かな、特にソールとかも入れなくても平気かなと思います。ハイカットになってるからキュッと紐を締めたらカパカパしないので、足首のところでね支えてくれてるから履き心地もいいですね、歩きやすいと思う。なんか別にその底が柔らかいっていうわけじゃないんだけど、反対にしっかりしてて良さそう、疲れなさそうだしいい感じですね。お父さんにもその旨報告しましょう。それではお散歩に行ってこようと思います。今日はどうしようかな、近所大きくぐるっとね一周してこようかなと思います。行ってきます。どんぐり落ちてる。お家帰ってきました。私電池がチカチカしてるの忘れてね出発してしまって、途中で電池が切れてしまいましたが、まあということでこれからですねこちょこちょとねお家のことですねやっで、まあそれでね時間的にちょっと余裕があったらね編集しようかなと思っております。とりあえずポミタとファミちゃんはねアイオン拭いたらですねご飯の時間までのんびりちゃんしててくださいね。お願いしましゅね、お願いしましゅね。はい、ご飯にしましょう。サニくんも食べてますね、ささみ。おしわりしてください。タムちゃん大興奮してね、おもちゃを持ってきてブンブン振り回すんですね。なので、キッチンにいっぱいおもちゃがあるの。で、よし食べなさいですよ。ゆっくり食べてね、ポミだね。タムちゃんも、はい。で、おかゆし食べなさいですよ。タムちゃんもゆっくり食べてね。ゆっくりよ。皆さんね、ゆっくりガニガニしてください。食べまった。興奮してますけど。タムちゃんはタムちゃんもね、おしゃれしてください。ポミだそこ、なんかおかしくない、そこだと。ポミこっちだよ、食でお手したら多分これ食べちゃうよね、タムちゃんの野獣。ポミのこっち。じゃあ分かりました、ママが移動させます。のーよ、待てよ待てよ、お花ちゅうてますけど。お花ちゅうてるよポミた。あーちゅうてる。あ、分かりました、じゃあね行きましょうよ。はい、行っておかゆし食べなさいですよ。タムちゃんはおしわり、一回でいいですよ。で、おかゆし食べなさいですよ。どうぞ。グーボーグーベーベー。ゆっくり食べてくださいね。ね、ヨーグルトちゃん食べたらね、少しのんびり過ごしててくださいね。ママもご飯食べますので、その後ね、遊びましょうね。ということでね、私もご飯食べようと思いますが、寒いからね、スープ作ろうか悩んだけど、めんどくさいからやめました。ヒーターつけておりますけども、これ結構音するね。まあ宣言通り今日はサラダですね。ホールフーズで購入してきたね、生ハムがまだ残ってるので、乗せて、あとアボカドと、まあ適当サラダ。で、これもホールフーズで購入してきたバケット。適当にさ、4つに割ってさ、冷凍してあったんですけども、切るのもめんどくさいからこのまま持ってきましたが、まあバター出しました。
ました。ということでね、こちらいただこうと思います。いただきます。ただいま9時45分ぐらいかな。ポミちゃん何してんの？のび？あの中入って寝てたからね。体伸ばさないとね。まあ、ということでね、食休みしつつですね、サムちゃんとちょこっと遊んだり、ポミくんもちょっと遊んだんだよね。でもすぐね、ネシュルでやんじやんって、あの中入ってたけど。ねえ、今から遊ぶの？さっき遊ぼう言った時に、いいでやんちよぷったもうおしまいでやんちよ言ってたじゃんねえ。乗るの？じゃあ乗ろっか。そちらで落ち着くんですか？サニックと並んでねんねしゅるの？仲良しじゃん、いいね。サムちゃんいっぱい遊んだんだよね。取ってこいしたりしてね。あそこに転がっておりますけども、あれで取ってこいしたり、引っ張り押したりしておりましたが。まあ、ということで、私はこれからお化粧を落としたいので、すごい乾燥しててね。なのでね、キッチン片付けて、先シャワー浴びて、それからね、編集開始して、頃良い時間になりましたらね、寝ようかなと思っております。何かおやすみ。大きいあくびでしょね。伸びてますけど。しがみついて寝るのがかわいいよね。このあゆもかわいいね、タニクね。タニクお留守番リーダー初日いかがでした？特に変わりなしでしか？みんなお利口しゃんですか？ちょっと子分たちが暴れんぼしてるぞ言ってる、もしかしてね。ガニガニさんで遊んでたり、お水飲み行ったり。お首気持ちいいですか？お首をもっと撫でてくださいですね、この感じはね。今日はずっとベッドでねんねしてたにゃん、タニくん。昨日もベッドにいたけど、まあ今日はねゲストルームも空いてなかったしね、ベッドの上でねブランケットにしがみついてねんねしてましたね。これもそうだけどね、なんていうんだろうね、フリース素材っぽいねブランケットで気持ちいいよね。あったかいしね、かわいいお腹でしゅね。あら、珍しいところにお嬢来ましたけど。ねんねしないんですか？にゃんに、ねんねしてください。眠くないのかな、珍しい。たまに甘えんぼさんしてるけど、すごい甘えんぼさんしてる。にゃーにー、こいこがいいの？今、タニクおやしゅみしてるんだよ、タムちゃん。タムちゃんもおやしゅみするから待ってて。お留守番初日ね、無事に終わりましたね。まだまだちょっと長いですけどね、お留守番リーダーね。どうぞよろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやしゅみー。あれ、ポミタンガニガニ社やめたの？隠ってるの？もしかして職人お肉の下に入れようとしてる？ポミタンもおやしみ。ちょっと興奮してるね。ガニガニさん持ってるからだと思うんだけど。あれ、やめたんじゃなかったの？またガニガニするの？前回まではね、ポミお父さん帰ってこないって分かってても、朝お父さん送ってって帰ってきた後ね、ガレージのドアの前でね、お父さんが入ってくるかなってね、座ってね、ちょっと待ってたんだけど、今日はそういった素振りなくですね、お帰りってね顔見せてくれて、お父さん行ったでやんちゅねみたいな感じでしたね。お父さんがお泊まりに行くっていうパターンが分かってても、やっぱり帰ってくるって期待してるんだと思うのよね。それで待ってたんだと思うんだけど。真剣にガニガニシャしてますね。ショーのお手手が上手でとても可愛いですね、もんだね。ガニガニさんをやめましたが、やめたっていうか、なんかポロッと落としたんだけどお手手のお手入れ始めましたね。もうねんねするのかな。ポミタもね、お留守番初日ですね、お疲れ様でした。みんなで仲良しさんでね、お利口者にお留守番できてますね。いいですね、ポムね。今回はね、お父さんちょっと長めのお泊まりしたんですからね、まだまだお留守番続きますけどね、みんなでね協力してね、お利口者に過ごしましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆくねねしてください。おやすみー。タムちゃんもおやすみ。あっち行ったりこっち行ったりしてましたけど、落ち着いたんですか？これかけて寝るのね、今日ね。わかりました。あっちゃかあっちゃかしましょう。にゃんにゃ、ちょっと寂しくなっちゃったの、サムちゃん。さっきママに甘えん坊さん来てましたけど、もう眠眠の時間じゃん。起きて甘えん坊さんしに来るってことは、ちょっと寂しくなっちゃってるんですよ。大丈夫よ、サムちゃん。タニくんもポミくんもママもいるよ。大丈夫よ。だからまあなんかのタイミングだと思うんだけど、私寂しいわよってなるみたいでね。そうするとね、お花ピー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 鳴らすっていうのが、なんて言ったら
らいいんだよね。あの甘えん坊さんのね音出してね、お膝乗ってきたりしてね、イコイコしてってね来るんですよね。あら、お茶入れしてるの上手ね。ソニックお水飲みたら見ておりますが、ちゃんとかけてあったかあったかしましょ。ねえにママのお手手で遊ぶの？いいわよ、遊ばなくてもねねだもん。なんだかちょっとさっきはねタミチワヨモードになっておりましたが、大丈夫そうかな。今回お父ちゃんのお泊まりちゃんね、ちょっと長めですけどね、大丈夫だからね、食べてね。寂しくなって甘えん坊ちゃんしたくなったらいっぱい甘えん坊ちゃんしていいんだからね。ダミニャンちゃんのお顔何、いいお顔してますね。じゃあね、あったかあったかしてねねしましょう。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねねしてください。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、間もなく1時になります。お父さんはですね8時頃だったかなと思うんですけれども、連絡がありまして、無事にねホテルチェックインしましたということで、おさむちゃんが出てきましたけれども、まあ時差がね2時間あるので、ホテル入りしたのはね10時ぐらいかなと思いますが、今日も長い1日だったんじゃないかなと思ってるんだけど、その後ちょびとだけテキストして、もうすぐね途絶えたのでね寝落ちしたんじゃないかなと思います。まあということでね、本日は座りのビデオを撮って、まあお家のことやなやらかんやらねした一日だったんですけれども、なんだかねすごく久々に座りのビデオを撮ったなと思っておりまして、大体私週に1回は座りのビデオを撮る日っていうのを決めてるんですけど、先週撮らなかったんですけども、ほんとそのね1週間ね撮らなかっただけで、そうなんかものすごく久々に感じて、まあ最近ね私座りのビデオを撮りためてるってねちょこちょこお話ししてるかなと思うんですけれども、そのねストックのビデオがですねほぼほぼねなくなりましたので、まあお父さんね出張に行ってる間はですね、ちょこちょこね座りのビデオまた撮りためていきたいなと思っておりまして、まあ公開までにねちょっとタイムラグができてしまうんですけれども、ヘアメンテもね行ってるから、以前の髪型だったり、あとねまだ暑かったのかな、半袖ね着たりしてるかなとは思うんですが、まあですがね、そうやってできる時にグワッとねやっておいて、ちょこ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 編集しておくとですね、やっぱりね気持ち的に余裕ができるので、まあねビデオを撮りたい素材っていうのかな、がある間はですねできる限りですねそういう風にねしていきたいなと思っております。それからですね、また今日からですねお留守番の1週間かなが始まりましたが、前回のねお父さんの出張がですね、まあ日帰りで帰ってきたので、予定通りでしたら金曜日に出て土日で月曜日帰宅の予定だったんですけれども、で火曜日だけねお休みっていう形だったんですが、お父さんもですね出張へ帰ってきて1日休んでまた出張に出るっていうね結構ハードスケジュールだったので、少しねゆっくりできたんじゃないかなとは思っているんですけども、まあまだね12月の頭までかな、それ以降は多分少し落ち着くと思うんだけど、中旬にはもう少しですねバタバタするかなとは思うんですけども、まあとにかくですねお留守番組もね体調崩したりね怪我したりとかそういうことねなくですね過ごしたいなと思っておりますのでね、いつも以上にね気を引き締めてねお留守番していきたいと思っております。まあということで、なんかねちょっとうろちょろとみんなしておりましたけれども、落ち着いてねんねんし始めましたので、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。